アビスパファースト、源本田中です。サッカー始めたきっかけは、僕なんか鹿児島の本当に田舎の方の、うん、こうなんていうんですかね、アパートっていうかそんなところだったんですけど、うんうん、で目の前に公園があって、うん、そこでサッカースクールやってたんですよ、幼稚園生の、うん、ほんで僕全然そんなの入ってなかったんですけど、うん、そこに人数がなんか足んなかった時にちょっと一緒にもうお前人数合わせて入ってくれみたいな感じで目の前だったんでよく呼ばれてたんですよね。でそしたらまあその中でやってたらそのコーチが、うん、まあまあうまいからやんねえかってなって、うん、でうちの親にこうそういう話言ってくれてですね、それがスタート、それがきっかけですね。何歳の時ですか？それは4歳5歳ぐらいですね。石谷、はい、サッカースポーツ少年団、はい、どうだったんですかこの成績？そこが強かったんですよ。その時にもう全国大会5年生の時に出て、はい、もう3年生ぐらいからレギュラーで6年生の試合とかも出てたんですけど。3年からレギュラーなんですか？はい、で5年生の時にその全国大会出て、うん、でもその時にもう予選で何チーム4チームぐらいと当たるんですけど、うん、その時にレイソルの小学校のチームにカレン・ロバートがいて、はあ、あいつボコボコにされたんですよ、はあ、8対0ぐらいだったんですよ。しかも小学生ってちっちゃいじゃないですかゴールも、うんうんうん、なのにそんなボコボコされたんで、いやもっと上手くなりてっていうのがその時5年生の時初めて思ったっすね。小5でカレン・ロバートにやられたのが、まあ、一つの転機というか。そうですね、もうこんなとんでもないやつらいるんだっていう。なんか全国大会出れなかったら多分もうそんなにこうプロになりたいとかも思ってなかったかもしれないですね。でもっと上手くなりたいという欲が芽生えたのが小学校5年生ぐらいで、そこ、ね、はい、からちょっと真剣にサッカーに打ち込むようになって。そうですね、もうチームも勝つもそうですけど、まあ、こうのスキル上げるっていうのにちょっとやりだしたのが5年生その全国大会に負けた後ですね。親父がもう結構スパルタなんですよ、はあ、バシバシ。履歴書の時必ずお父さん出てきますよね、はあ、北さんの時もツッツの時もやっぱどんなお父さん、子供を本気にさせる前に親が本気じゃないと上手くならないと思いますけどね、どこもそうですけど。まあだから本当に子供と一対一で向き合って。そうですね、もうなんかできるまでやらされてましたし。どんな練習してたんですか、まあ、親父さんと。親父は基本的にもう陸上と野球しかやったことなかったんで、もう本当に知識なんもなかったんですけど、うん、なんかサッカースクールとか行ったりこうプロの選手がこうなんか やるのを見て、うん、で何が大事って言われたらもうその次の日からそればっかりやらされるっていう。もう、はあ、朝だから小学校1年生の時は学校行く前に100回リフティング、うん、2年生は200回、3年生300回、6年生だったら600回して学校行くんですけど、そう毎日です。それだから集中してやれないんだったら学校行かなくていいよっていう感じだったんで。なんか言い方が兄貴ですね。はい、もういいよって言って、そのくせ行かなくていいよって言いつつ校門のところの柱みたいなのあるじゃないですか、はいはい、こうあそこの上にランドセルとタオルと T シャツだけ置いてあるんですよ。だから走っていくんですよ。僕家から3キロぐらいだったんですけど、もう小学校3年生ぐらいからもうジョギングで行けっつって。ランドセルでお父さん置いてくる？親父が置いていくんですよ、校門のところに。で学校先生たちが挨拶してるじゃないですか、ああ、はあ、その校門先生たちに多分渡して、でその息子走ってくるんで。そうそうそう、すげえ、はあ、で制服だったんで中のシャツとこれ着替えて、はあ、でもサッカー漬けというか本当毎日サッカーやって。そうっすね、もう、はあ、だからあんま好きじゃなかったっすもんね。あ、当時、はい、あ、じゃあ若干やらされてるかも。いやもうガンガンっすね、中学校の時とか特にそうっすけど。中学は桜島中学。はい、これは桜島中学に。そこも留学っすね、サッカー留学っつって言って、フェリーで渡ったところの桜島のもう麓にあるんですけど、うん、そこに15歳以下の日本代表のコーチがいて、うん、なんかその指導したいって言って、もうほぼそこの桜島中学校に来るサッカー部に入るやつらは鹿児島県の選抜なんで、全員鹿児島代表の選手って感じです。もう集まるんですか。そうそうそう、そのコーチに指導されたいんで、はい、もうだから中学生の時の県大会とか、もう県大会の決勝戦で7対0とか、
だから出なくていいよみたいな。 J リーガー、鹿児島出身の J リーガーとか、はい、桜島中学の、はい、遠藤さんとか、うんうん、藤山龍さんで J リーガーだけで 4,5 人出てるんじゃないですか。すげえ、はい、そのまま果実に流れるっていうのも結構そのルートがあるんですよね。じゃあもうコーチつながりでもう進路がある程度決まって。そうですね、はい。じゃあ果実の人っていうのは結構桜島中の人も行くっす。だから僕の時は真ん中5人全部っすね。ゴールキーパー、センターバック2人、ボランチ1人とフォワード2人、6人か、はい、桜島中学、はい、そのまま行ったっす。で全員特待で、昔あの学費とかそんなもん全部タダみたいなのだったんで、はい、でそっから果実ですね。そうっすね。すごい。桜島がでも地獄でしたよ。中学一番嫌でしたね。この時っていうのはじゃあフェリーで通い？いや、あの桜島中学校で普通の公立の中学校なんで、うん、あの住所を移さないといけないし、そうそうそう、住まないといけないんですよ。そこの町が結構厳しくて、桜島町っていう、うんうん、今は市になった市で中に入ったんですけど、うん、そこの町長がもうサッカーだけしに来て通ってんだは、うん、もうその桜島中の生徒じゃないみたいな感じになったんで、うん、全員ちゃんと住まないとダメってなって、だから僕と親父だけそこに住んだんですよね。で姉ちゃんとか妹とおかんは家建てたばっかりだったんで、僕が小学校6年生ぐらいの時に、だからその建てたばっかりなのに家に住めなかったっすね、3年間。寂しいっすね。本当、親父はもうそんなんなんで、めちゃくちゃ厳しいし、その親父さんと二人きり、いやもう地獄して、いやー、おわー、それは地獄っすね。でも親父さんもすごいっすよね、それでちゃんと桜島住んで。そうっすね。そっから親父は通わないといけなかったんで、フェリーで通ってたんですけど、めちゃくちゃ金かかったと思うんです。親父さん通わないといけなくなっちゃう。そうっす。はあ、ご飯は？ご飯は親父がもう作るもうしょうもないやつと、うん、あとはおかんがそのタッパーみたいなのにカレーかシチューかそのハヤシライスとかもそういう簡単なやつだったら冷凍しとけば小分けにしといて、で自分で米炊いてでやるっていう、もう週のだから半分以上はもうそういうケースね。へえ、はい、いやすごいな、はあ、いや無理でしたね、はあ、その時はだからお母さんお母さんでそうやってね、岩下さん用のご飯も作んなきゃいけないし、うん、そうですね。だからそれでしかも姉ちゃんと妹もまあそこそこ、姉ちゃんの方はバレーでその国体とか出てますし、妹はもう陸上の方で国体出てて鹿児島で一番早かったし、はあ、すごいっすね。岩下家はお父さんはやっぱアスリートだったんですか？親父はもうガンガンっすね。へえ、はい、陸上と野球で。そうっすね、結構ちゃんとやってたんじゃないですかね。ちょっとその辺のあんま話怖くてしないんですよね。今でも緊張しますもん。今でも？はい、兄貴が緊張する。いや親父やっぱ怖いっすね。でもまあ本当親父もう僕星ヒューマンみたいな感じだと思ってるんで、もう作り出されたみたいな。毎日牛乳1リットルだから7日間1週間あるじゃないですか、うん、週の頭に7本買ってくるんですよ、うん、で日付書いてあるんですよ。でそれ1日1本飲まないといけないんですよ。で親父ってあの薬局とかの薬剤師みたいなのあのあれやってたんで、サプリメントのあれでカルシウムと鉄分がなんか7:3だか8:2だかよくわかんないですけど、うんうんうん、そんなのの割合で骨も太くなるし体が絶対でかくなるって言って、親父自体が75とか4ぐらいしかないですけど、うんうん、でおかんはもう150ちょっとかな、めちゃちっちゃいんですよ。だからその遺伝子じゃでかくなれねえから、うん、お前もう必ず牛乳絶対飲むやつって言って、もう毎日もう吐くほど飲んでたしね。すっげえ。いやだからでも中学校の時とんでもなく伸びて、でも成長痛っていうんですか、はいはい、あれとかもめちゃあって、はいはい、急にでかくなりすぎて、そうそうそう、けどまあもう本当にそれのおかげですんげえ伸びたんで、作られたんですね。はい、もうやばかったっす。だからもう今牛乳一切飲まないし。大っ嫌いですね。そうっすか。はい、大っ嫌い。もう一生分飲んだ。一生分飲んだっす。だって牛より飲んでんじゃないですか。いや本当えぐかったっすよ。でも途中でそれもなんかやっぱその僕の意志の弱いところがあって、もうやっぱもうあだんだん学校でも出てくるし。ああそっか。
嫌いになってきて、うんうん、親父が工夫してこうココアと混ぜたり何でもすればいいじゃんって、はいはいはい、粉とかいろんなの買ってきてくれたりするんですけど、うんうんうん、でも結局牛乳じゃないですか。牛乳は牛乳ですよね。だから結構家の裏のなんかドブみたいな側溝のところで結構捨てたりしてたんですよほんで親父がなんか町内会の、あの掃除の時があって、みんなでこう近くの近所の人たちと全部その辺の道を掃除するみたいなのあって、はいはい、その時にうちの裏の底のドブのところから、うん、明らかにそこからスタートで真っ白くなってるんですよスタートしてやっべ、これは何だと、うん、親父、俺全然そんな知らなくて、あのなんかサッカーやって戻ってきたかなんかで、うん、もう親父めちゃくちゃなんか、おいちょっと座れっつって、なんすかみたいな、うん、いいかちょ正座しろっつって、はい、正座してた。もうそっからもう言えないぐらいもう死ぬかなと思ったんです本当に。まあでもまあ冷静に考えたら、うん、だったらもうね何とでもできたのに、そんなんパッて捨ててちゃってたから、そっか言えばよかったなって。そしたらまあ親父もまた違うリアクションしてくれてたと思うんですけども、うんうん、怖かったのもあるし、まあその実際にでかくなってたのも感じてたから、うん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 、ああ飲まねえとなって思いながらも足痛いし、その成長痛でとかもあったから、なんかそこの葛藤もあって、へえ、そんなもあったっすね。すげえ話。清水行けって言われて、えっ、すごい理由っすね。